こんにちは。平石彩子です。9月も半ばを過ぎ、だいぶしのぎやすくなってきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。今回は9月29日から井の頭公園など都内6つのメイン会場で大規模に開催される花と緑の祭典、第29回全国都市緑化フェア東京について取り上げます。また三鷹市美術ギャラリーで開催中の美術展、記憶のドラマ依田洋一郎展についても合わせてご紹介します。おなじみ清原市長の一言コーナーともども、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめに第29回全国都市緑化フェア東京についてです。このイベントは毎年全国の都道府県を持ち回りで開催されているもので、今回が29回目。9月29日から10月28日までの1ヶ月間、井の頭公園や上野公園、国営昭和記念公園など都内6つのメイン会場で花と緑の祭典として大々的に開催されます。このイベントの開催に合わせ、三鷹市でもガーデニングフェスタ2012などの独自イベントを同時期に井の頭公園を会場に開催します。本日は緑と公園課の川口課長に、見どころたっぷりの第29回全国都市緑化フェア東京の内容や市の関連イベントなどについて詳しくお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。工事が進む井の頭公園の様子を見ながら、どんなイベントが開かれるのか今から楽しみという方も多いと思いますが、この全国都市緑化フェアというのはそもそもどんなイベントなんでしょうか。はい、このイベントは花と緑の祭典と呼ばれるように、自然や緑は草花を大切にして国づくりをと、昭和58年から毎年全国の都道府県を持ち回りで開催されております。全国規模のイベントでございまして、ちなみに昨年は鹿児島県で開催され、約80万人の方が訪れました。はい、そして今年は9月29日から10月28日までの1ヶ月間東京都で盛大に開催されます。会場は上野公園や日比谷公園、昭和記念公園など都内6つのメイン会場で、その一つが三鷹市の井の頭公園となっています。四季の移り変わりがあり、また南北に長い地形のため、日本は世界でも有数の豊かな自然に恵まれた国です。開催されて、こんな日本の未来に向けて守り育てていこうという思いを込めて開催されているのが、この全国都市緑化フェアです。東京では昭和59年に一度開催され、今回は2回目の開催となります。なるほど、とても意義深い、そして歴史のあるイベントなんですね。そうですね。さて、そんな全国都市緑化フェアですけれども、今回のフェアの見どころを少し紹介させてください。はい、都内のメインの6つの会場では、緑の風が吹き抜ける東京をテーマに、上野公園での地球の基本的な構成要素である五行をモチーフにした七葉の庭や浜離宮庭園での江戸園芸などの体験ゾーン、そして海の森公園での5ヘクタール規模の植樹エリアなど、各会場とも花と緑があふれる独自のコンセプトのデザインによる魅力的なスペースが出現します。ガーデニングや草木が大好きという人だけでなく、誰もが楽しめる、言い換えれば花と緑の博覧会となっております。そうなんですね。開催時期も清々しい秋の訪れの時期ですし、いろいろと楽しめそうですね。井の頭公園の会場はどんな感じになるのでしょうか。はい、こちらは吉祥寺通り沿いのジブリ美術館の南隣でございますけれども、今工事の真っ最中でございます。
大きな話題を集めそうなのが、大音質の天井一面に圧倒的なボリュームの色とりどりの花が飾る空中花壇です。その広さは高さ40メートル、幅24メートル、高さ8メートルもあり、この空間が色とりどりの花で埋め尽くされます。また果実や野菜で構成する実の庭や野菜で構成する香りの庭など、来ていただければ花や緑のイメージが大きく広がるのではないでしょうか。この他にも林間広場やキッズビレッジなど、アートとワークショップなど、そしてイベントなどとのコラボ企画も連日用意されてますので、ぜひご家族でお越しいただければと思っております。うーん、楽しそうですね。私も一度とは言わず二度でも三度でも行ってみたいと思いますが、期間中は三鷹市の独自イベントも用意されているとのことですね。はい、そうなんです。期間中の9月30日から10月7日までの1週間を三鷹ウィークとしまして、この期間同会場で三鷹の森フェスティバルを皮切りに紫祭りまで様々なイベントを開催します。特にこの中でのメインイベントが10月6日のガーデニングフェスタ2012です。こちらは園芸キャスターの須磨勝恵さんと東京農業大学の浜野親康先生をお迎えし、花と緑ある暮らしについての交流会、そして模擬展、体験コーナー、誰もが気楽に参加できる花緑クイズなどを行う予定です。無論緑化フェアも並行して楽しめますので、三鷹ウィークはたっぷりと楽しめるおすすめの1週間と言えるのではないでしょうか。ぜひお越しいただければと思っております。はい、三鷹市主催のイベントはちょっと本格的にガーデニングや園芸をやってみたいという方には特におすすめのようですね。期間は9月29日からということですね。はい、今日はどうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。それでは第29回全国都市緑化フェア東京の日程などについて改めてご案内しましょう。第29回全国都市緑化フェア東京は9月29日から10月28日まで、上野恩賜公園、浜離宮恩賜公園、日比谷公園、海の森、国営昭和記念公園、そして井の頭恩賜公園の6つのメイン会場で開催されます。また9月30日から10月7日までの三鷹ウィークでは、9月30日の三鷹の森フェスティバルや10月6日のガーデニングフェスタ2012、10月7日の紫祭り in 緑化フェア東京など多彩な行事が行われます。詳しくは広報三鷹9月16日号をご覧ください。お問い合わせは緑と公園課へどうぞ。それでは次に、三鷹市美術ギャラリーで開催中の記憶のドラマ与田洋一郎展についてのご紹介です。ニューヨークで活躍している画家与田洋一郎は、大都市ニューヨークの古く懐かしいホテルや劇場、遊園地、さらにはスクリーンに映し出される映画のワンシーンなどを繰り返し描き続けている作家です。日本人画家である両親のもとに生まれた与田洋一郎は、幼い頃から40歳となった現在までずっとニューヨークで暮らしており、時代の変化の中で姿を消していく身近な建物や風景を独特の遠近法や色使いで愛着を込めて描き続け、高い評価を受けています。作品からは描き手である作者自身の記憶や思い出を超え、見る私たちに懐かしさや既視感が感じられ、それは一瞬の夢や幻想を見ているかのような不思議な感覚とも言えます。今回の展覧会に出品されている89点は全てニューヨーク、マンハッタンが舞台になっています。与田さんは生後3ヶ月から今年40歳になるまでずっとニューヨークに住まわれていて、スクラップ&ビルトで壊され失われていくニューヨークの街を描いています。ですからそこには懐かしいものがたくさん織り込まれています。でその懐かしさはおそらくニューヨークに行ったことのない僕たちでも
つまり日本人であっても懐かしさを感じる部分が必ずいずれかの作品にはあります。そういったものを皆さんには楽しんでいただければというふうに思います。画家自身にとっても初めてとなる20年の画業を振り返る本格的な回顧展、記憶のドラマ依田洋一郎展は10月21日まで三鷹市美術ギャラリーで開催中です。時間は午前10時から午後8時までで、毎週月曜日が休館日、ただし月曜日が祝日の場合は開館し、翌日が休館となります。料金は一般600円で、65歳以上の方と大学生・高校生は300円です。お問い合わせは三鷹市美術ギャラリー 79-0033 へどうぞ。それでは次におなじみ清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様こんにちは、三鷹市長の清原恵子です。今日私は三鷹市中原にあります坂道の途中のホットベンチのところに来ています。この公園ではセミも鳴き自然豊かな場所ですが、坂道が急ですので、このホットベンチは文字通りホッと一息つける場所です。さてこのホットベンチですが、これは平成18年度から一期につき5万円市民の皆様からご寄付もいただき、それに市の予算も加えて設置してきたものです。平成18年度からベンチのある道づくりを進めてまいりまして、平成23年度までに全市に190基のホットベンチが設置されています。これは市民の皆様のこのような急な坂道であるとか、あるいは買い物袋を持ってつらいなと思われる場所、あるいはバス停などぜひベンチを置いてほしい、そのようなご要望に応えて取り組みを始めたものです。幸いこちらにありますホットベンチのように善林寺流下会基金の皆様をはじめとする団体の皆様、また個人の皆様からご寄付をいただいています。ご寄付いただいた方のお名前や言葉はこの緑のパネルに紹介をしています。さて三鷹市ではこれ以外にも環境基金、教育基金、あるいは健康福祉基金など、皆様からのご寄付をいただいて、さまざまなきめの細かい取り組みに生かさせていただいています。このホットベンチについては市役所5階都市整備部の道路交通課にご相談ください。また一般的なご寄付につきましては企画部の企画経営課市役所3階でご相談を受け付けています。どうぞ皆様ご寄付により市民の皆様の暮らしを豊かにできる、そのような取り組みについても引き続き三鷹市は力を入れていきたいと思います。皆様の温かい思いがホットベンチにも現れていますね。それではまたお目にかかります。それでは最後に秋の行政相談週間に合わせての特設行政相談所開設についてのお知らせです。行政相談とは、年金や保険、福祉、道路など、国や市町村、警察、消防などの公的機関が行っている様々な仕事に関する苦情や意見に対応する制度です。10月15日からの行政相談週間にちなみ、三鷹市では10月16日火曜日の午後1時から4時まで、市役所1階市民ホールに行政相談委員が対応する特設行政相談所を設けますので、お気軽にご利用ください。詳しいお問い合わせは相談情報センター電話番号 44-0000
6600へどうぞ。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、厳しい残暑もやっと終わり、気持ちの良い季節となりました。青空に舞い飛ぶ赤トンボ、爽やかな風に揺れるコスモスやススキ、何をしていても本当に気持ちの良いこの時期ですが、最近は夏の長さに比べると秋がとても短くなっているような、そんな気がするのですが、皆さんはいかがですか。それではまた次回のみるみる三鷹をどうぞお楽しみに。